シームズ。いいよ。あと、そうだな。これ何？これ池、あ、池か。池とかできる。プールはな、ちょっとね、溺れたりしたら嫌なんで。あとは、そうね。アウトドアグッズもっと欲しいね。キャンプのやつ買ってるからさ、もうちょっと、ありゃし、あ、これは？もうちょっとありゃしませんかと思うんだけど。切り株チェア。あ、こっちか。そうか、そうか。切り株チェア的なものがあったんだね。全然見てないからさ、星マークついちゃってるよ。で、これを、やっぱテーブルもあった方がいいので、まあそうなってくるとちょっとここ狭いね。この公園。じゃあ、そうだな。ちょっとこれなんか邪魔くさいな。あ、じゃあ、これを、この木陰、この木の下に、こう、ね、休めるようにしておいて、まあこっちはこっちですね。こうしておこう。ブランコのそば。まあいいんじゃない？いいんじゃないですか？で、さっきの場所、もうちょっと見たいよ。これだね。アウトドア、屋外。あと、椅子はもういいかな。椅子はもうよくって、パラソル。遊ぶものはもうないのかな。石か。石だよね。へいへい、わら。わら、なんかさ、何があるんだ、あと。砂場？砂場とか。これ砂場？違った。園芸用プランターでした。これもよくわかんないしな。焚き火は危ないと思うのよ。焚き火は。で、テントは完全に変な人。あ、そうだ。大事なもの忘れてた。公衆トイレね。公衆トイレ大事じゃん。そうだよ。トイレがなきゃ。トイレ、トイレ。ここで長時間いても大丈夫なように私はしたいので。こうなってくると、まあ冷蔵庫もちょっと置きたいんだよね、本当は。本当は冷蔵庫も置きたい。これにしといて。で、トイレ、でかいな。トイレ大きくない？トイレ大きいな。どうしよう。予想外の大きさでございます。そうだな。じゃあ、どうしようかな。あんまり、ごそごそと椅子が置けないかもしれないな。トイレがあんなに大きいなんて思わなかった。あー、どうしようかな。トイレじゃあここだな。ここをちょっと工夫しよう。一旦、この辺、こっち来てもらって、で、トイレも一回置いちゃった方がいいね。探すの大変だからさ。で、トイレを、なんか物によってサイズ変わるとかないかな。例えばこれ、ちっちゃくなったりしない？しないね。多分しないな。ああ、しないな。しませんね。じゃあ、さっきの、あ、これは？なんかさ、トイレだけはちょっとさ、あ、中綺麗かもって思えるトイレがいいんだよね、私。ちょっとハイテクかも、みたいな。このトイレ大丈夫かも。で、そしたらもう、ちょっとこの入り口のこの裏側になっておかしいけど、おかしいけど、置けない以上もう言ってられないので。これももう限界だもんね。限界だよな。そうだね。そうだね。じゃあ、非常に変だけど、まあ、こうするか。こんな感じで売店。あれ？そう、ゴミ箱置けない、今度。なんでここ置けない？なんか意味あんのかな？じゃあゴミ箱こっちか。なんか変だけどね。あ、こうすればいいんだ。こうして、まあ、これで嫌でもここ通ることになるんじゃない？誰かは。人は。人は嫌でも、こう通るのでは。そしたら、ちょっと一旦こっちやって、まあ、これできるだけ端っこにして、で、まあ、こうかな。あ、これだと奥入れないか。そうなると、こうでしょうか。これでいけるんじゃないでしょうか。これで、どうかな？椅子多いか。ちょっと置けとこう。ここはちょっと、
あの、狭めに行きましょう。やばい、何言ってんだ私。はい、これで一応公園完成ですね。シンプルだけども、まあ、遊び道具もある。まあ、これとこれで遊ぶでしょ。で、食べ物。ちょっと冷蔵庫置いちゃおうかな。これさ、なんか、怪しくない？お腹いっぱいなるのかな、これ。なると思います？一体絶対これが何なのかも分かってないんだよね。単純にさ、ボタンを押して出てきて、ちゃんと食べてくれるんだったらいいんだけどさ、冷蔵庫みたいにね、ポテトチップ食べますとはちょっと違うのかなと、予想するんだけど。ガーデンショップ。まあ、買ったのこれだよね。アイランドビーチ自販機。屋台か。ラーメン。シーフード。おまかせシーフード。この辺置いといてもダメかな？あ、立ち食い。これは？立ち食いスタンド。うわ、大きい。これ無理だ。これはちょっと公園には無理だね。一旦これで様子見てみるか。まあ、一旦とかいうのが通用するのかわかんないんだけど。で、街灯ね。街灯は、私最近発見したんですけども、あのね、どれだっけな。電気代かかんないやつが、こういうのとか。これ電気代かかんないんですよね。あの、ゼロって書いてあるの。だから、あ、やばいな。すごいお金かかってるって思った時には、あれに変えてるんだけども、こっちかな。目印はこの、これ、こういうやつ。こういうのを、さすがにね、ちょっと真っ暗な公園はいただけないので、ね、危険だからさ。こういうのを、ちょっと、ここに、こう、置いてね。まあ、明かりは絶対、まあ、いっぱいあった方がいいので、ね、暗いと、あの、変な人が、ね、来ますから、それはものすごく危険なので、置けないか、この端っこ。山、てんこ盛りにしちゃったから無理か、この辺は。じゃあ、まあ、ここにもちょっと置いといて、で、こういう感じで置いとけば、一応は明るいよね。そうだね。いいんじゃない？さあ、できた。できた。できたんだけど。できたんだけど、これで、どうしたらいいんだい？これ何？住居。ジム、スパ？あ、そういえばスパ買ってるんだよね、私ね。なんか買ってるはずだよね。いっぱい、あ、公園。公園に設定したらどうなるの？条件。チェステーブルがないとダメ、あ、何か置かなきゃいけないとか出てくるんだ。はぁはぁはぁ、待って、じゃあチェステーブル置いてみる。チェステーブルって、公園にあるものなんだ。外国だからかな。確かチェステーブルがもうほんとお世話になってるんですけど、インドア。ね、インドアなんだよね。インドアじゃないんだね。こっちですね。こっちですね。これね、チェステーブルを、じゃあ置きましょうか。チェス。じゃあ、チェスは、遊んでるみんながチラ見できるように、ど真ん中に置いとこうかな。本当はね、置き場がないっていうことなんですけども。まあ、これが、このデータがちょっと残ることを信じて、ちょっとチェステーブルをこう、いきますか。はい、これで、どうでしょうか。ものすごく変だね。チェステーブルの一緒でやっぱ気に入らないからここにしよう。ちょっと気に入らないわ。これで、公園、と思ってるよね。ん？さあどうなんの？どうすればいいの？教えてー。はい、これで、ちょっと光ってるんだけど、これハテナ何？ん？オンラインに接続できません。どういうことよ。公園作りました。なんだチャレンジってこれ。あ、ここに来たらこういうこと起こりますよ、みたいな。各にいない飼い主のいない犬たちが集まってきて、あ、そんなこと言って、いや、ここはね、平和なところにしようかな。犬と猫が集まってきて、みんなで世話してる、ゆったりした場所、みたいな。
みたいな公園です。公園です。はい。そしたらどうすればいいの？ワールド管理をしちゃったんだけど、これ大丈夫？保存も何もしてないんだけど。残ってんのかな、これちゃんと。まあ、試しですね。もしあれがダメだったら、ちゃんと家として誰かあそこに管理人を住まわせて、その人家に遊びに行くっていうやり方にするほかないよね。え、これなんだろう。家を作るだけの、ああいう場所選んで建築っていうのを選ぶと、無限っていうのが出てくるっていうことはちょっと驚きなんだけど。あ、あるよ。しかも木のマークになってる。公園だよね。これで、セーブできるの？この画面で。保存できるね。ちょっと保存してみよう。